ポテチは、伊坂幸太郎による日本の短編小説作品。短編集、フィッシュストーリー初週の書き下ろし作。2010年に舞台化、2012年に映画が公開された。秋瀬である今村と、その同性相手である大西は、プロ野球選手である尾崎の家に忍び込む。二人は、一年前に、大西が自殺をしようとしていたところを今村が助けた。 ことをきっかけにして、同棲する間柄になった。尾崎がしばらくは帰ってこないことからのんびりしていると、そこに助けを求める若い女からの電話がかかってくる。留守番メッセージを聞いて、今村は助けに行こうという。大西は難色を示すが、今村に助けられた時のことを引き合いに出され、しぶしぶ納得する。今村と大西は若い女と会い、 女が一週間前に尾崎に若い男に付きまとわれているところを助けられた人物なのだと知る。今村と大西は尾崎の代わりに問題解決のため協力しようとするが若い女は逃げ出してしまう。その際近くにいた若い男の車のナンバーを見た今村は空き巣仲間の黒沢から個人情報を割り出すための方法を聞く。一方大西は 偶然今村の母親と会うことになり、今村が生まれた時の話を聞く。若い男の名前を突き止めた今村は、男の家で待ち伏せする。すると、若い男と女が仲良く帰ってくる場面を目撃する。不審に思った今村は、大西と黒沢と共に作戦を練る。その後、今村と大西は、ポテトチップスを食べようとする。 二人分を買った今村は、大西のポテトチップスを間違って食べてしまうが、大西は返さなくてよいという。そこで、今村が泣き出し、大西は困惑する。若い男の家に乗り込んだ今村と、大西は、若い男と若い女が尾崎を騙そうとしていたことを知る。問題解決後、今村の母親と再会した大西は、今村と尾崎が同じ日に、 同じ病院の隣のベッドで生まれていたことを聞く。それにより体制は今村と尾崎の関係について一つの結論にたどり着く。すぐさま黒沢と会った大西は今村と尾崎が赤子の時に取り違えられた二人なのだと教えられる。翌日、大西は今村と今村の母を尾崎の所属するチームの野球観戦に誘う。黒沢は 補欠の尾崎を打席に立たせるために若い女を利用する。チャンスの場面で打席に立った尾崎は今村が観戦する目の前でホームランを打つ。BSTBS のプロデュースで2010年10月14日から24日まで青山園系劇場で上演された。2012年4月7日に宮城県仙台市で先行上映された後、 同年5月12日に全国公開された。配給は、ショーゲート。これまで、アヒルとカモのコインロッカー、フィッシュストーリー、ゴールデンスランバーといった、伊坂作品を演出してきた、中村義弘は、2011年3月11日に発生した、東日本大震災を受け、お世話になった仙台への恩返しをしたいという思いで、本作を制作することを受け継い、 同年8月下旬から9月中旬にかけて仙台市内で撮影が行われた。音楽はフィッシュストーリーゴールデンスランバーに続いての参加となる斉藤和義が担当。本作の DVD は2012年10月26日に発売。ありがとうございます。